ベクスターは鈴木が製造を販売していたスクータータイプのオートバイである。社名はベクトルとスターを組み合わせた造語で明るいイメージと互換の良さから命名された。中型スクーターとして1994年に発売された。廃棄量によりベクスター150は計2輪に125は原付2種に区分される。 エンジンは4サイクル 152cc であり、250cc クラスのビッグスクーターと比べ小柄である。それにより、50cc 原付スクーターに近い、取り回しの良さを得ている。独特な形状のヘッドライトは 30W、30W クリプトンバルブ2等を装備し、同クラスの他の車両と比べても、十分な光量を確保している。正面中央には、 ポジションランプを装備する。センタースタンドとサイドスタンドの両方を装備。収納はシート下トランク、ハンドル下収納スペース、コンビニフック、リアキャリアがある。シート下トランクはフルフェイスヘルメットを横向きに入れることができる。ハンドル下ボックスは複雑な形状のため実質的に小物の収納に限定される。足元はフラットフロアで広く。 座席側につく、コンビニフックを利用してある程度の荷物を積載できる。オイル容量は0.8リットルである。メーカーは、初回1ヶ月、または1000キロメートル、以降1年、または6000キロメートルごとの交換を推奨している。シート高は 50cc 原付きスクーターは元より、ビッグスクーターの一部よりも高く、足つきには注意が必要である。このクラスとしては、 大きめなシートであり二人乗りにも一定の配慮をされているが、当然ながらビッグスクーターには及ばない125はアドレス V125 の発売と入れ替わりに生産終了となり、150は排ガス規制強化に伴い2007年8月に生産終了となった。ありがとうございます。